どうもナオチンです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は鬼戦っていこうと思います。もちろん黒鬼です。で以前タンクをトゲニャンでやってみたんですよね。でもトゲニャンだったらめちゃくちゃ楽勝だった。まあタンクだし、まあ黒鬼キラーと言っても過言ではないやつだから超楽勝だった。今日はねこいつを使って耐えてみようと思います。耐えて耐えて倒しますよ。兄貴です。ランクは A ランクなのでステータスはまあまあまあそこそこです。でもタンクではないので守りはそこまで高くない。でもスキルがね仕返し、敵の攻撃を受けたダメージを一部跳ね返すです。もうトゲニャンと一緒だよね。トゲニャンと一緒、受けたダメージを跳ね返すっていうやつなんで、まあ使い方としては一緒でしょうわかんないけど、まあまあ兄貴で黒鬼挑戦してみます。ガードの秘石を装備してます。でブシニャンと草薙には目出し帽だね。で食べ物の効果を上げるためにひもじいで、サボらないようにデビビランと、横からお世話で HP を回復させるため新オーバー入れてます。それでは早速突っ込んでいっちゃいましょうよ。こっちじゃなかった。こっちか。さあ。どうだ。どうだ。まあ一応逃げてみよう。あ、こっちの方が一応、あれなんだね。動きとしては、早いんだね。あ、全然無理だ。スタミナ飲まないと全然無理だわ。よし。最初一発目重要だよね。素早さはそんなにないから2回攻撃される可能性があるんで、回復はちょっと用意しとかないといけない。おお、むちゃくちゃ食らったぞちょっと待て、まあまあ一回回復しよう。めちゃくちゃ食らうじゃん。とりあえずガードして。兄貴兄貴兄貴やばい、兄貴やばい。そんなワンパンされるなんてやめてちょうだい兄貴。よしガードナイス。こっからはフィーバータイムだよ。フィーバータイム。あ、そうかそうかそうか、あれだ、あの HP 低いやつを狙うから仕方ないんだ。そう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 、よし。じゃあじゃあこっからだよ。こっからスタート。ギリギリな感じだけどもいけるでしょう。ちょっとスピードアップさせて。わあ、ちょっと待って、どれぐらいダメージ跳ね返してるのか見えないな。トゲニャンが17080返してたからそれぐらい跳ね返すでしょ。いや、通常攻撃できて、あ、ええ仕返しって威力あんまりない？え、50とかそれぐらいしか反射しないぞ。トゲガードってあれかなり能力高い。おお、やった！真剣草薙ゲット。これは負けるわけにはいかないぞ。草薙艦隊を作ろうと思ってるんで、これは負けるわけにはいかない。じゃあ待って待って、まあまあまあ HP は全然減らしていけてる。いいね。やっぱ横からのお世話もいい感じの回復量を見せてくれてる。うん、いいね、いいよ。まあこれ、あら、やばい。あ、いやいや、このままでいい、このままでいい。うん、
他のやつがやられたとしても、もうね、使い漢方で完全に生き返らせます。うん、必殺技にはもう仕方ない。うん、もう漢方をね使っていく覚悟でやっていきますよ。実際兄貴ってな、何が好物なんだろう。違うな、なんか好物があるはずなんだけどな。ラーメンか、ラーメンかな。あお、肉でもあっちでもなさそうだから、ラーメンあたり食わせてみるか。どうだ、あ、兄貴ラーメンかもしんないね。めちゃくちゃ回復する。なんで、あの伊勢海老が入った豪華なラーメンじゃなくって一個下のラーメン食わせてもいけるんじゃない。兄貴チャーシュー麺似合うな。兄貴にチャーシュー麺似合うわ。うん、いや俺もなんかラーメン食べたくなってきたな。食べたくなってきた。あの二郎系のね、野菜がいっぱい乗ったラーメンがものすごく食べたい。あるのよ熊本にもね、あるのよ美味しいところが。食べたいな。はい、まあまあそう言う、おミスした。言ってる間に HP 半分以上削ってる。いいね。まあ仕返しのねダメージもまあまあ言うほどないけど、それでも若干、あ危ない危ない、若干なりともダメージを与えていってるよ。あーいいね。そうそう、俺前の動画でトゲニャンになんか松茸ばっか食べさせてたみたいですね。あれもう1年半前のことなんであんまり覚えてないですけど、ちゃんとね好物をやらないと回復量がしょぼいんで好物を食べさせなきゃね。うん、あーやばい、いやいいや、うんうん、漢方1個はねもう仕方ない。グボーって、えぐい音出すな。グボーって、グボーっていう。いやし、無事にゃん。持ってこい。いやあと、もう少しか。うん、耐えろ耐えろ。でもさすがのね、素早さだわ。もう普通のキャラだったら2回攻撃されちゃうよ、これは。もともとね運営側としてはこいつには絶対勝てないような設定で作ったらしいからね。そりゃあさすがに強いわ。よし、おお死神の術か。いいね、チャーシュー麺安いのに回復量がえぐい。好物だからか。じゃあいいね、やっぱりね裏の妖怪たちっていうのもものすごく重要だよね。めちゃめちゃ重要。わお、豚骨ラーメンでもめちゃめちゃ回復する。いいね、やっぱひもじいの効果で、そしてずっとガードしてくれるのもやっぱりデビビランね。うん、あいつでだいぶ効果を発揮してくれてる。サボらないもんね、いいよ。で新オーバーのお世話で徐々に回復していく。それもまた効いてる。微妙だ、微妙にね。お、もう少しギャッ、よし、しゃあ。いやータンクなしいけるもんだね。うん、あ、いや兄貴は一応タンク、いや違うでしょ、兄貴はアタッカーだよね。真剣草薙ゲットした。はーい、ではあとはフィーバータイム、アイテムをゲットしまくるだけですね。騎士の腕はありがとうございます。はい、ということで今日は兄貴を使って黒に倒してみました。トゲニャンほどじゃないけども、まあ HP も高めだし、うん、ダメージも跳ね返すんで若干だけどね、全然倒すことができました。またね、他のキャラクターで倒してほしいっていうリクエスト
ありましたので、それでもやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。